ハート投げおばさん、ハートありがとう。サットさん、ピンクだるま、ありがとう。ありがとうございます。人によってだよね。パンダさん、マックミックさん、サワリオさん、ハートありがとうございます。どうしよう、ちょっと一旦明日だけの話を今頭で組んでるんですけど、どうしようかな。肘かいてる、ごめんごめん、肘かいてた。ちょっと待ってね。竹蔵さん、てっちゃんさん、ハートありがとう。パンダさん、ピンクタコありがとう。ありがとうございます。もうこの後の配信も結局休憩時間アイス食べれずかも。やば、アイス食べたい、アイス食べたい、アイス食べたいアイス食べたい。違うな、難しい。夜から考えるか朝から考えるかでも迷ってます。今これ生かしにしようかな。7時半、7時20分。アイスクレープ、おいしそう。まさひろさん、ハートありがとう。パンダさん、ピンククマタワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがピンククマタワー。パンダさん、ありがピンククマタワー、ありがとうございます。ありがとう、パンダさん、カキカキ、ありがとうございます。ありがとうです、ありがとうございます。ここにあったら猿だよね、ここかどうしようかなって思いながら、7時。じゅんちゃんさん、レインボースターありがとう。まさひろさん、ハートありがとう。それを考え続けて早20年ぐらい経ったもう7時半。よし、ドボンしよう。あと20分、一旦考えるのやめあと20分、ドボンしよう。頭をリフレッシュさせます。でもなるべく星集めとかに集中してほしいので、そう、そっち優先でお願いします。ハルピョンの配信時間に合わせます。行ける時間に行きます。そうだよね、そりゃ
そうだよね、私は早く出さなきゃねいけないんですよね、あのタイムテーブルを。みんなはね、自分が来れる時間に頑張って来ようとしてくれるの、ありがとう。お仕事中の竹兄さん、トラック野郎さん、レインボースターありがとう。トラック野郎さん、タカピョンさん、ピンクタコありがとう。マックミックさん、ハートありがとう。じゃんけんはした、よし。迷ってます。7時半、19時、20分。朝どうするか、あー確かにね、朝はして、もう分かんないよ、助けて誰か。夜の時間が決まらないと朝の時間も決めれなくて、やっちんさん、ハートありがとうございます。これドボン音出さない方がいいのかな、どうなんだろう、マークって分かんない。朝でも5時ではないです、さすがに。マークンさん、ピンクだるまありがとう。やっちんさん、やっちんさんはハートありがとう。タカさん、タカ新州人さん、ピンクタコありがとうございます。うん、7時半からならカウントだけでも、これちょっと待ってね7時台ならこれ OK。昨日の画像の件ですが、単に記入漏れでしたら本当にごめんなさい。さっき連絡をファンの方から、私もこのコメントで知ったんですけど、マジで本当になんか意地悪してやろうとかそういうことじゃなくて、本当にここには書いてあるんですけど、この端末のカキカキの方に完全に、そうなんです、本当にすみません、本当にごめんなさい、カズさんごめんね。もう絶対今日のあれに書くのでも大丈夫ですか、それとももうお前に名前なんて書かれたくないよって言われないですか今日のあれに書くのでも大丈夫そうですかね。うん、てっちゃんさん、まじさん、ハートありがとうございます。ありがとう。どうだろう、いいよーって優しく言ってくださるなら今日のそれに書こうかなと思うんですけど、もう完全に、いや本当にごめんなさい、マジでもう私がマジで悪い、もう 300% ハルピョンが悪すぎるので、もうあっ、なんか可愛い、多分可愛い絵文字だからいいよってことかな、ありがとう。じゃあ今日のに書くのでごめんね、本当に遅くなって、優しくてありがとう。ハート投げおばさんさん、てっちゃんさん、ハートありがとうございます。本当にありがとうございます。カズさん絶対に書くんで、もう絶対に書くんで私の目が絶対に描くね。
ドボンは3んどうしよう35分までやります。あと5分ぐらい。だるま本舗さん赤だるまありがとうございます。ウエヤンさんピンクだるまありがとうございます。ありがとう。もうダメだね完全に。おわピオドボン。だるま本舗さん赤だるまたくさんありがとう。コロポックルさんハートありがとう。マー君さんハートありがとう。ありがとうございます。お、かな。なぜだ。ねえごめんやらかしてる。てっちゃんさんマジさんハートありがとう。てるちゃんぐさんハマさんレインボースターありがとう。だるま本舗さん赤だるまありがとう。オープンアカウントさんピンクタコありがとう。タカさんピンクだるまありがとう。やらかした間違えた送る相手間違えた。エアドロする相手今間違えた一瞬携帯の今配信してる端末の方に送っちゃった。タカさんピンクだるまありがとうございます。タカピョンさんありがとう。アラキャンさん、レインボースターありがとう。テルちゃんぐさん、サイリウムありがとう。ありがとうございます。ちょっとなぜかエアドロが受信できないので写真撮った。しんしんしんのすけさんハート、ともゆきさんハートありがとう。ほのかさんレインボースターありがとう。しおいちさんピンクタコありがとう。ありがとうございます。竹蔵さんピンクだるまありがとう。やばい、あと1戦ぐらいしかできない。ドボンやだ。あと3戦したら終わります。ドボン。マックミックさんレインボースターありがとう。こんばんは。ループしてる？嘘。ループしてます？大丈夫。あ、じゃあもしかしたらあれかも。一回更新してって誰かコメントで伝えてあげてください。多分私が喋っても多分ループしてるから届かないから。誰かコメントでお願いします。すいません。 AKB おたさんレインボースターありがとう。ケンパさんピンクだるまありがとう。マジジさんハートありがとう。ごめんね、誰かお伝えしてください。すいません、私のせいで。ハート投げおばさんレインボースターありがとう。マジジさんまさひろさんハートありがとう。ありがとうございます。おめでとう。アイテムいただき、今1戦目が終わりました。次2戦目いきます。マジジさんハートありがとう。サプライズレバーさんレインボースターありがとう。いっぱい、わあいっぱい飛んでる。レインボースターありがとう。マジジさんケンパさんハートありがとう。サプライズレバーさんのレインボースターが降ってるありがとうございます。てて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 
チェミンキさん、ハートありがとう。マジジさんハートありがとう。もうちょっと待ってね、本当にごめんね、マジで私の頭の中の構成能力がないがためにないがゆえに、本当はねこの時間にこんな感じのスケジュールはどうでしょうって見せたかったんですけど完全にできない、ダメだやられてますもん。だるま本舗さん赤だるまありがとう。ゆったんさんピンクだるまありがとう。まじじさんハートありがとう。この時間はゆっくり見れ、9時10時11時最後3戦目終わり。え待って無理、ピョンズに会えなかったからもう一回やります無理やだ無理ちょっとこの試合早めに終わらせてピョンズに会えるようにもう一回やるね。天はしめさん、ピンクだるまありがとう。タカさんマジジさんハートありがとう、ありがとうございます。そうなんですよね。まあとりあえずまあでも変わらずちょっと夜重めにして昼1回まあ2回1回か2回と朝1回か2回と夕方はやんないって感じにします。明日はその分ちょっと夜重めで、私もちょっと集中してやるべきことを一個やらなきゃいけないのでそれもやってって感じで。マジジさんしょっちさん、天はしめさん、ハートありがとうございます。うん、だからそんな感じで考え、みんな考えといていただけるとありがたいです。どうしようかな、でもさ1時間でさ1時間おきにしちゃったらさ、あ、行きますね、ドボン最後。マジジさん、マサヒロさん、ショッチさんハートありがとう。あ、ピョンズに会えた、オッケー、今日これで終わり。そう、これドンドンドン、ここの間が1時間になるとさ、みんながさ星をさ、全然投げれないよね。そうね、あと1時間おきだと私がなんか全然もうずっとなんかわたわたしてる人みたいになってるから、この休憩時間が本当にあんまりあれなんで。そうなんですよね。マジジさん、ショッチさん、ハートありがとうございます。ムックミックさん、レインボースターありがとうございます。やっぱ何事もレインボーってすごいのか。トマユキさん、マジジさん、ショッチさん、ハートありがとう。今ハルピョンパラダイスの方虹星だけどレインボーだもんな、虹星も虹星だからね。コロポックルさん、ショッチさん、マジジさん、トモユキさん、ハートありがとうございます。お、ドボン終わり。今日ちょっともう今はショールームのイベントに専念。山内さん、ともゆきさん、しょっちさん、まじじさん、ハートありがとう。ゆったんさん、ピンクだるまありがとう。ちょっとこの休憩こそは考えるわ、絶対、もう確実に絶対。なんで考えられないの私。でも分かった、みんな7時とか8時の方が
7時8時の方がみんな来れるってことですよね。7時半、7時8時ぐらいからの方がみんなは来やすいってことが分かったので、あ、夜の話です朝はまあ7時台の方がみんな捨て干しとかしやすいよって言ってくれてたので、それも考えてちょっとで、昼は12時1時ね。了解、了解。了解いたした。頑張ります。もう数字に強くなりそう。時計と友達みたいなそう、今時計と友達みたいな感じマジジさん、ショッチさん、ハートありがとうございます。間の時間、そうね、もうやばい、もうずっとずっとこのイベントのこと考えてる。でもみんなも星集めとかしてるときにずっとこのイベントのこと考えてくれてるんだから同じだよ。みんなとピョンズとハピョンは一緒。マジジさん、ショッチさん、ハートありがとう、たくさん。それではランキングいきます。1位パンダさん、ありがとうございます。あの、何でしたっけ、ピンククマタワーもありがとうございました。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、トラック野郎さん、ありがとうございます。4位、AKB オタさん、ありがとうございます。5位、タカピョンさん、ありがとうございます。6位、シュウイチさん、ありがとうございます。7位、スミちゃんさん、ありがとうございます。8位、ほのかとハルピョン、ファイト応援してます。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。9位、ハート投げおばあさん、ありがとうございます。10位、ラスカールさん、ありがとうございます。11位、ウエヤンさん、ありがとうございます。12位、ともゆきさん、ありがとうございます。13位、お仕事中の竹兄さん、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございます。またね、ちょっと考えて頑張って、絶対にこの期間中に、この休憩中に絶対タイムスケジュール、なんでこんなに決まらないんだタイムスケジュール、頑張りますそれではあと1分。コージーコーヒーさん、マジジさん、ハートありがとう。さっきね4秒オーバーしてたから、そう、でも今14秒から始めてたから10秒ぐらいに終わればいいんだマジジさん、ハートたくさんありがとう。このあと22時20分から必ずタイムスケジュールを作って配信したいと思うので、皆さんぜひお待ちしております。それではあと30秒ぐらい頑張ります。もうわかんないってなったらもう適当に朝昼夜バーンってするからそうはならないように頑張ります。それではまたね、ありがとう、バイバーイ、また10時20分にさよなら。